はい、どうも、大谷健二でございます。いつもありがとうございます。はい、本日は、毎度おなじみタニアングルメ機構の3回目でございますね。初回がレモンの丸かじりと、2回目がですね、タガメをいただくというね、昆虫のタガメを食べるというね、気候というよりはね、奇妙な行いの方の気候になってまいりましたけども、さあそんなタニアングルメ機構の、3回目はこちらですね。はい、ででん、はい、見えますでしょうか。中国産の謎のお酒でございます。はい、こちらがですね、でーん、そして裏面ですね。表もう一回いきましょうか。近くて。はい。というわけでですね、こちら、牛なんとか山というのが、こちらの、牛なんとか山というのが、多分ね、お酒を作っているメーカーさんのお名前だと思います。そしてこちらの、になんとかかんとか白酒というのがね、お酒の名前ですね。白酒。なんとかパイチューっていうんでしょうな。はい、こちら、度数が圧巻の56度でございます。一瞬にしてですね、自律神経がフィーバーしそうないい感じの度数でございます。はい、というわけで本日はこちらいただきたいと思います。では皆様お疲れ様です。56度のお酒はですね、非常に私も久々ですね。じゃあ、いただきます。おお、食堂のこの辺りが一瞬にして天安門事件というかねまあうまいこと言ってんのか言ってないのか分かんないですけど、ああ美味しいですね。うん、私こちらをですね、先日上野のね、あのアメ横の、なんつうんですか、地下食品街の方でね、ゲット割りとしてまいりましてですね、そして、今日に至るというわけですね。あ、なかなか美味しいですね。味の方、天安門事件をね、ちょっと言いたくて仕方なかったんですよ。用意してたのかいつ話です。味の方はですね。なんつったらいいんだ、賞味期限を5日過ぎたミキプルーンといった感じですかね。いい意味ですよ。はい、というわけで、なんとかかんとかパイチュー美味しくいただきました。はい、ありがとうございます。ではまたよろしくお願いします。